売ってます。パン屋さん、これをほらら、りゅうくんです。りゅうくん、ほら白いまんじゅうみたいなパン売っとる、うん、これおいくらですか？300円。安い、買った。美味しいですかこれ？うん、本当に。どんな味のパン？うくうく。どんな味のパンですか？うくうく。うくうく。300円、ほら、はい、300円。チリンチリンチリン。はい、じゃあください。じゃあこのバスケットごと買っていけばいいですか？いやいやいや、いやいや、うん、そうなんか。美味しそうやね、白パンやね。ジュースないの。あ、ジュースないんや、うん、そっか。足元になんかニャ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 うるさいのおるけど、これは一体、これは一体。リュウくんがおります。リュウくんおります。ぐる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 するんや。うん、で300円なんや。うん、300円払ったからくださいな。もう持ってくよ。うんうん、くれんの。うん、あら、しかも逃げたよこのパン。逃げた逃げた。これお金だけ払ってパンが逃げちゃうんだったら、お店屋さんとして失格じゃないか。代わりのものをすぐ用意してくださいな。うん、何くれますか？これくれます。あら、ずいぶんちっちゃくなったね。はい、パン。パン、これ縁起物じゃないか。食べてもいいのか。うん、まだ目が飛んでないね。目標はまだまだこれからやね。うん、うん、よし、了解だ。うん、じゃあこれを持って帰って食べます。うん、ありがとうございます。さあ、エアコン入れよう。頑張りすぎて暑い。こんにちは。こんにちは、ママ、こんにちはって。こんにちは。パン屋さんやと。はい、はい、あ、ありがとう。これおいくらですか？300円。はい、じゃあ300円。チリンチリンチリン。ところでこれは何ですか？パン。パン。あら、ちっちゃいパンやね。これはミニパンやね。はい、もらって。はい、ありがとう。これで300円か。うん、なんとなく若干損した気分になるんだけど、うん、さっきのでっかい白い餅みたいな、でっかい猫みたいなパン。うん、ね。あれは一体300、あれは300円安かったね。しましまパン、うん、これ、うん、これはでもそう簡単に捕まりそうもないパンやね。うん、いや、これ300円。ひどい、それ君のあの古いぬいぐるみじゃねえか。友達ちゃうんか。あら、まあ、これ300円。うん、いつもおむつ買い取る子じゃないかこれ。うん、くれるの。かわいいよ。かわいいね。で300円。はい、300円払います。はい、チリン、どうぞ。はい、ありがとう。じゃあ持って帰るね。うん、焼いて食べるね。うん、はい、ありがとう。もぐ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 。あー、おいしいね。肝臓がとっても苦いけど、すごいなんか需要競争効果が高そう。口の中入れない、口の中入れない、石口の中入れない。そ、あとその石口の中入れるだけじゃなくて、タックン口に入れると大変やから、ちょっとちょうだい。タックンは絶対触れんとこ。焼く焼く焼く、うん、あ、焼くに。これも焼く。お、これも焼く。わう。もういろんな目にやっとるね、このクマちゃんね。おむつを替えたりなんだりしてあげるのはとても上手になっていいことやと思うけど、焼くのはどうだろう。焼くのはどうだろう。まあ友達じゃなくて、あくまでパンとして焼くんやね。うん、クマじゃないよね。クマじゃないよ。よし、よかった、わかった。はい、焼いた。焼いた。何分後に焼けるやろね。30分ぐらいかかるかな。うん、で、できたよ。サンブッチンって今言いそうならんかった。できた。もう30分経った。ありがとう。はい、すごい掘り出し方やった。もらってください。はい、ちょっと待って。焼いたクマがずいぶんちっちゃくならんかったか。ずいぶんちっちゃくならんかったか。うん、超ちっちゃくなった。はい、なんかすごい詐欺にあった気分。ありがとう。焼いて焼くね。うん、焼くとこんなにちっちゃくなっちゃうのか、あのクマが。うん、すごいね。なんかわからんもんよ。ありがとうございました。300円返してください。さあ。